はいどうもショーティーブでーす。ルイです。そしてモナルチャンネルのマサです。モナモナ、姉ちゃんつかさでーす。八王子レクスタルティネガシラです。はい、よろしくお願いします。将兵軍団ですね。はい、今回はですね、まあグランド貸し切ったので、ロンティ対決をね、今回は行います。はい。はい、で、ロンティ対決なんですけど、今回飛距離を測っていきます。いや、勝つでしょ。違う。で、タイプは持ってきてもらっちゃいました。僕はもう、数分かってるんですけど飛距離を測ろうと皆さんも、まあ、今年多分野球始まってくると思うんで、はい、しっかりバット振り込みましょうという意味です。滑りすぎて今日振り取る逆もそれは11月12月やってくれますね皆さん。まあ1人5球ずつぐらい、はい、打って一番飛距離出た距離で、まあ、記録していくと、はい、5人でね、はい、やっていきます。一人だけだ。誰だ誰だ誰だ。あれやんの。やりますよ。それでやっていきましょう。ゴー。今ね、朝一の最初の撮影の最初の打席です。今5時半ぐらいです。普段だったらまだ寝てます。頑張ります。出たいいいやちょっとあれかラインドライブ。あーきれい。おや落ちたとこ見てんの本当に。落ちたとこ見てないんじゃない今の。でもドセンターだね。ドセンターですね。すげえ。よーし、いいよ、いいぞ。はい。あー上がるね。イメージはね、こういうのがいいんだよ。いやでもいいよ理想は。あーごめん、まあ、今のミスやばいやろ今の。ラストちょっと今のどうした。タイミングずれたね。まあもう一緒だよ。5球だからね。何メートル。何メートル。94メートル50です。94メートル50。94メートル50。まあ寝起きにしたら150メーターです、ね、実質。さあじゃあつかさん行きましょう。おい本番行くよ。最近ね、1ヶ月腕立てやったんでね、その成果を見せたいと思います。はい。めちゃめちゃ上がった、ね、最近の弾道マジエグいんで8ぐらい。そう8ぐらい。あいや今のはねやばいよ。今のはねマジ惜しかった。ちょっと真剣にやろう。ラスト2です。よっしゃ、うん、よっしゃよっしゃ。なんだかなんだか。ちょっとでも低いな打球がね。まあまあまあ。95メートル。ラストよラスト。ラスト。ラスト。これスイング。うん。ああ惜しい。ちょっと下がったね。はい。何メートル。再開確定しました。うん。95。どれでいったん。どれでいったあれで95。上のが最下位だね。いやよかった。いやこのレガシーの力ですね。俺もレガシーで打ったんだ。柳田できる。柳田、うん、ハギハギで柳田できる。ハギハギでお願いします。炎上しますよ柳田ね。やばい。うわ惜しい。柳田っすね。やばい。今結構開始ですか。いやちょっと7、8割ぐらい力入んなかった。ああちょっと開きすぎた。あなるほど。柳田って開くんだっけ。いやでも今のなんかそういう風な時がいいですよねレガシー。そう107。おーまあまあまあいきなりでしょ。107。じゃあどうぞ。よし行くぞー。よし、ね、うん、弾道はいいね。わっ！ああ、いってねえな。いいボールだ。これね、これ。これ健康なんだよ。あ、なるほどね。健康は取れそうだね。あ、うわぁ！来たぁ！怖い。オーバーリアクションなんだよな。超えてからあの反応欲しいわ。こっちはいいな。1、2。どうだ？あぁ、ラッナーなんだよな。
98.9 ありがとうございます。お疲れ様。実測さらっと出したかったな。さあ、100いってるけどね。あれ105.8 と。くそ、ギリ負けと。毎回この企画負けるぞ。いきまーす。はい、一つ付きです。これいい、いい感じ。余裕でこす。やべ、いっぱいすぎた。さあ、いくつだ。87.9 です。いいじゃん、 87.9。 はい、お疲れ様でした。まあ、記録はこんな感じで、はい、はい、はい、ということで、まあまあギリギリ勝ちましたけど、おめでとうございます。でもさ、あ、正直さ、今グラウンド到着して、ノーアップで打つとやっぱあんなもんよね。いや、みんなアップしても勝てないですからね。そんなことないですけどね。そのまま伸びるだけ。そうそうそう。でやっぱりでも体格も関係あるかなと思ったけど、両辺も結構87とか飛んでるし、バットパワーすね。そう、バットパワー強い。でしたっけ、ゆうやくん94号でしょ。でしょ。なんであんまりやっぱレガシーやべえわっていうところで、まあ、これ実際あの実戦になってガチで当たったらもっと飛んでいくと思うんで、まあ、レガシーはまあ最強ですね。2回目ということで、はい、本日コラボしてくれました皆さんのチャンネルは、動画の概要欄に貼っておきますのでチェックよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。はい、そうです、そうです。現代グローブ欲しいです。はい、両方でもいいですよ。そうですね。はい、コメントしてもらえて。はい。で、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです。はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね。いつ1万人か分かんない。1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば。はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yes, I